それでさ、頭に来たからそいつのあれを蹴り上げてやったわけよ。あれ？あれって何ですか？あれっていうのは、あの方や。まあ、で、その方はどうなったんです？そりゃもち。お、あら、何です？その写真、誰かの落とし物みたいだね。やかましいな。何を騒いでおるのだ。だって殿下、この写真。バカが写真ぐらいで何を。だって、そういう趣味があったんですね。ちょっと意外です。なんだこれは。殿下の超恥ずかしい写真です。そんなことは見ればわかる。誰がこんなものを撮ったのかと聞いておるのだ。さあ、でも裏に何か書いてるみたいですよ。裏？私上前略ラファールと貴殿の超恥ずかしい写真は我が手にあり、返して欲しくば腰痛ヘームへ来られたし、この挑戦から逃げるようなことあらば、貴殿の超恥ずかしい写真は魔界全土へとばらまかれることとなるであろう。我は正々堂々たる決着を望む者なり。そうそう、くそー、何が正々堂々たる決着だ。汚い手を近寄って。けどそれが悪魔ってもんでしょ。まあそうだが、何でもこの写真はないだろう。で、行くんですか行かないんですか。まあ、あからさまに罠ですけど。行くに決まっておろう。超恥ずかしい写真がばらまかれた日には俺様の意志は地の果てまで落ちてしまう。覚悟しておくがよい。その超恥ずかしい写真ごと地獄の豪華で焼き尽くしてくれるわ。5話、エトナの秘密。さあ、第5話までやってきましたね。攻撃力マイナス50、防御力プラス50、味方ダメージ20ってきついな。せめて味方ダメージ20は消したいところだけど、みんな簡単に消させてくれないかな。ダメージ通らない。残るのかよ。
とりあえずこれで待つしかないな。ダメージ食らないけど毒だったり 20% ダメージだったりがそれがすごく痛い。これをとりあえず消して、倒せないのか。結構しんどいぞこの戦闘。でここでこうして、で向こうの敵を。回転切りだと巻き込むから、ここだな。届かないか。これ倒せない。なんだこいつら、どんな恐ろしい罠を張って待ち構えているかと楽しみにしていたのに、何の変哲もない悪魔どもではないか。どうした、なんとか言ったらどうだ。幸せな人生、世界平和、ぐわっ、みんな友達、やめろ。女は行動力。なんで女は行動力でダメージ食ってんの。ラハールさん、さっきから一人で何してるんです。ああ、これね、殿下は
明るくて前向きなセリフが苦手なのよ。あ、そこ前向きだからね。そうなんですか。じゃあ永遠の愛。あーあ、それは俺様が一番嫌いな言葉だ。お前様を殺す気か。私が一番好きな言葉なのに。くっそー、それにしてもこいつらどうして俺様の弱点を。ラハールのステータスが一時的に低下ってきついな。落ちてる。マジかマジかよ。結構敵てか、ブレニルさん武器の横になったり評価値高すぎだろ。どうすかな。ここで回復を入れたいけど、ここにしてちょっと離れて戻る。あいつはちょっときついから、ここはもうプレネールさんに任せよう。サギさん落とし、殿下の超恥ずかしい写真を取り返さないと。分かっておる。本当にこのままでいいのですか。止めるなら今さら止めるぐらいならとうの昔に止めていますよ。私は彼女を信じます。あなたも心配性ですね。分かりました。念のために
手を打っておくとしましょう。いいな、猫マトさけばさ。あら、かわいい坊やね。あラハールさん、何してるんですか？俺様は、なぜかムチムチした体の女が大の苦手なのだ。ちなみにお前たちのようなぺったんこの女は、全く大丈夫。めちゃかいで悪かったわ。お前はお久しぶりですな、デイ。私を覚えている？覚えている。親父の大好物だった暗黒まんじゅうを盗み食いして追放されたマデラ。うわぁ、せっこい悪魔ですね。その暗黒まんじゅうを盗み食いして追放されたマデラスは、どういう風の吹き回しで俺様の前に現れたのか？もちろん、この魔界の王となるためです。ふん、笑えない冗談だ。盗み食いで追放されたようなしょうもないやつ、何ができる？強がりはおよしなさい。私は、あなたの弱点を知り尽くしているのですぞ。なあ、エトナよ。エトナ、お前。ハハハハハ。今頃お気づきとは、殿下も存外間抜けですが。さよ、エトナは私の奴隷なのですよ。私に記憶を奪われ、私に従う忠実な飼い犬なのです。エトナさん。さあ、殿下、この地を墓場となさるがよろしい。エトナ、お前ももはや用済みだ。今までご苦労だったな。殿下と共に死ぬがよい。それじゃ約束が、私の記憶はどうなるの？これから死にゆく者が記憶の心配などしてどうしようというのだ。なるほどな。道理で俺様の弱点が筒抜けだったわけだ。どうせあの超恥ずかしい写真もお前が撮ったのであろう。うるさい！裏切り者の言い訳など聞く耳持たん！そんなことより、このムチムチした女どもを早く何とかしろ！さあ、無敵かよ。無敵かよ。めっちゃ遠いんだけど。どうやってやってったかな、これ。あ、でもこれ、ここはもう無敵だよね。投げたとしてもここにいるから、こっちに行きたいんだけど、
りあえずこれでターン終了してみよう。それで移動しちゃえば移動できるんだけど、で無敵が外れたからこんなの投げちゃって、これでちょっと様子見、ラハールがやられそうな気がするけど、どうにかなりそうだね。
殿下も往生際の悪い方です。しかし、これには耐えられますまい。いらっしゃい、坊や。だが、これだけではありませんぞ。それ。希望に向かう。ゲホ。清らかに心。やめろ。うわっ。このダブルアタックに耐えられますかな。いやさ、耐えられるはずがありません。ナハールさん、頑張って。お待ちなさい。可憐な花が涙の雫を落とすとき、キラリと笑顔で拭い取る。我が花言葉は可憐な愛。誰が呼んだか、ビューティー男爵。誰が呼んだの？何者だ貴様。名を名乗れ。だからビューティー男爵。貴様の名などどうでもよい。聞いといてどうでもいいってどういうことだよ。もうあなたが名乗れって言ったんじゃないですか。そうだよ。まあいいでしょう。あなたに用があって来たわけではありません。さて皆さん、ご機嫌いかがですか。随分と苦戦しているようですが。お前、何しに来た。何しに来たとはご挨拶ですね。あなたがあまりにも情けないからライバルとして忠告しに来たのですよ。忠告？ラハールよ、上辺だけで物事を判断してはいけません。目や耳だけに頼るから迷いが生じるのです。心の目を開きなさい。さすれば外見や口先だけの言葉に惑わされることはないと知りなさい。心の目だと。さあ開眼しなさい。開眼するのです。中ボスさん、素晴らしいお言葉と思いますが、ラハールさんにはハードルが高すぎるかと。あ、そう。じゃあ目を閉じて耳栓しなさい。物理。これで俺様に資格はない。形勢逆転だな、マデラス。な、何をしている。ラハールを殺せ。さもなくばお前から奪った記憶を破壊するぞ。勝手にすれば。なんだと。2年前、魔王様が死んだ時、私はあんたの命令で殿下を撲殺しようとした。奪われた記憶を取り返すためにね。何？俺様を毒殺だと？では俺様が眠り続けていたのは。耳栓しててもそういうことだけは聞こえちゃうんですね。そう、殿下が眠り続けたのはその毒が原因けど、マデラスの言いなりになってる自分に嫌気がさして途中でやめたの。それは自分の生き方じゃない。そのことに気づいたの。私は私の生き方を取り戻すためにこの時を待っていたのよ。では今までおとなしく私の言いなりになっていたのは。わからないの？じゃあ教えてあげる。私の生き方を怪我してくれたマデラスというクソ野郎に一番残酷で一番効果的なタイミングで復讐するためよ。これからは私の生き方は私が決める。誰にも邪魔はさせないわ。よくも騙したな、この裏切り者、卑怯者め。ああ、その言葉が聞きたかったのよ。負け犬の遠吠えってえい、不利に挑もう。この女を八つ裂きにしろ。シーン。不利に。わかんないやつね。だからこの時を待ってたってさっき説明してあげたでしょ。あんたが監視役につけた不利にはとっくに私が買収したの。お分かり？あんたは
殿下という餌に釣られてのこのこ現れたおバカさんってわけ。このエトナの顔好きだな。ふん、俺様を餌扱いして利用するとか、まったくとんでもない女だな。そんなに褒めないでくださいよ。まあ、クロンちゃんと中ボスの登場は計算外でしたけどね。女は怖いですね。くっ、覚悟はいいかしら。エトナの名を聞くだけで死にたくなるほどの恐怖を植え付けて、あっけん。さあ、マデラスはいるのかね。レベル19で HP 705、高えな。さて、どうやっていこうかな。これは倒せるか。この戦い女の子っていう音楽も大好きです。さて、どうしようかな。ラハール前に出しちゃうか。高さが高いか。前出しちゃってプレミールが出せるから、うわ、こういう攻撃か、それ。魔王力はまあ、かけられるだろう。攻撃範囲的に だよな。マデラス動いたらそっち行くの？サンダーボルトか、範囲があれなのか。で、これでこう打つ。いいじゃん。マデラス、こっち結構攻撃範囲広いな。前の力。
よし、倒した。お許しを。命だけはどうかどうかお助けを。どうしよっかな。そんな、まかげ一番お美しくてお強いエトナ様、どうかお許しを。まあ、あんたみたいな男を殺したところで手が汚れるだけだから許してあげるわ。その代わり、わかってるわよね。はいです。ラハール様の超恥ずかしい写真もエトナ様の記憶も何もかも全てお返しいたします。勝手に仲間になった。これにて一件落着ですね。でかどこがだ。まったく俺様を毒殺しようとするわ、復讐相手をおびき出すための餌にするわ、とんでもないキャラだ。だが、お前のそういうところ、俺様は嫌いではないぞ。常に野心に満ち溢れ、常に頂点を目指してこそ、本当の悪魔というもの。魔王ラハールの腹心には、お前のような奴こそふさわしいのかもしれん。殿下。よいか、一生こき使ってやるからな。覚悟しておけ。殿下の方こそ、覚悟してくださいよ。殿下が魔王の座にふさわしくないと思ったら後ろからグザーなんてこともありますから。その時はお前が魔王になればよい。言われなくてもそうさせてもらいますよ。変なの、ラハールさんもエトナさんもあんなことがあったのに仲直りしちゃった。私にはよくわからないけど、悪魔には悪魔なりの愛情表現があるみたい。本当に変なの。でも天界では感じたことのない温かくて不思議な気持ち。さあ次回予告、お楽しみの次回予告です。確かに脳みそとおっぱいは1年生並みだな。私の夢は魔女になること。魔女になって素敵な彼氏をゲットするのさ。何が素敵な彼氏だ。ライチエッチいやばかい、世界中の男どもよ、私のしもべになーれ。いやバカんじゃねえ。次回マジカル美少女エトナ第6話、クラウは呪いからせ。あなたのハートにマジカルチェックイン。お前、言ってて恥ずかしくないか？全然。